兄ちゃん、おはよう。ちゃんと起きたんだ。頭ボサボサだよ。すっごい寝癖。職員会議が伸びてさ。時間ないからさっさと始めるぞ。とっとと起こしてあげなさいって。ほどほどにしとかないと次移動教室だから遅れるよ。あ、うん、そうね。ごめん、ありがとう。気をつけます。でさ、何読んでたの？え？前科。うわ、マジ？そんなの読んでたら朝まで
かかんじゃないの？うん、あちゃー、いつれだね。ごめん。そんなんで授業大丈夫なの？うっさいわね。私はいいのよ。もう授業中は寝ないわよ。本当に大丈夫？で、休み時間だけで足りんの？まあ根本的な睡眠不足解消できるわけじゃないけど、いるねって結構バカにできないものよ。眠気を押して仕事するより一度寝ちゃった方が仕事の効率は上がるんだって。そんなデータが出てるそうよ。一見時間無駄にするようだけど、眠る前より眠った後の方が能率がぐんと上がるから、結果的には効率が上がってるって寸法ね。一部のオフィスでも昼寝の時間を取り入れようかって動きもあるらしいわね。なんつうか小さい頃に戻るみたいね。あ、やば、早く行かないと。位置についてよーい、ドキュー。元気だね、まどかは。あ、そうそう、さっきのやつ今度貸してね。わかったから、早く行こうね、まどか。私の授業はそんなに退屈か？あー、おはようございます。いやー、面白い。寝ちゃった方がいいんですよ先生。しかも勉強の効率上がるんですよ先生。そうか、昼寝の効果は5分だろうが1時間だろうが眠る時間で大差は出ないそうだから、今寝て体操能率が上がったところで次の問題、おみがわにやってもらおうか。眠気も覚めただろう。そんな話聞いてないっすよ。うるさい。
あんたも大概暇ね。ほんと自慢じゃないわ。人が何読んでようが勝手でしょ。とにかくほっといてよ。おせっかい。別に。何よ。おごり？なら行かない。何よ。キリしないな。ま、悪い気はしないかな。ブツブツ言ってるよ。こうちゃん。いろいろよ、服とか食材とか。いいわよ。何よ、気味悪く笑ってるのよ。どうしたのよ。たまに可愛いフリルのついたのとか。言い出すのよ。ったく変態が。
しっかりも。それじゃ。お兄ちゃん、うん、おばさまたちに頼まれたの。はいはい、その代わりに私が作ってあげてるから任せてよお兄ちゃん。